私が総理に就任して、まあ、初めてヨーロッパからそして、フランスからフィヨン首相においでいただき大変有意義な意見交換ができたということをまず報告したいと思います。フィヨン首相どうもありがとうございました。それではこれをもちまして共同記者発表を終了いたします。